言ってる間に発酵が終わってしまった。40分ってあっという間ですね。パンも焼けてしまった。ちょっと待って。ちょっと砂糖は後で入れよう。ちょっと待ってね。先にカレー食べちゃいましょう、パンで。ちょっと立ち食いで申し訳ないです。ちょっとこんな汚いところ失礼しました。ああ、いい香り。これパンと合うカレーかもしれない。ご飯じゃなくて、まあ、こんな感じですね。色味はまあちょっと卵入ってますんで黄色っぽい色です。いただきます。うん、これ絶対パンの方が合う。ご飯じゃない、これパンに合いますよ。これカレーパン大期待大ですよ。うん、うまっ。カニカマの味がすごい生きてる。これカニカマカレーとして考えたら肉のカレーよりもさらに安く作れますね。これいいですよ。カレーの具にカニカマって考えたことなかったですけど、これめちゃくちゃいいです。あのお子様におすすめかもしれない。あのかなり甘めなカレーではあるんですよ。カレー粉少なめでしたし、あの辛口ではないですね。甘口です。うん、これはもうこれお子さん大好きだと思います。子供が、うん、いや、すげえうまスパイシーなカレーを求めてる方にはちょっと物足りないかもしれないですけど、これは甘口カレー好きな人絶対好きですね。うん、うまい。さあ、それではちょっといろいろ一気に始まっちゃってどうしよう。とりあえず生地をお見せしましょう。発酵し